いや、ホワッサーです。ちょっと今さっき出かけててちょっと帰ってきたんですけど、その時もめちゃめちゃ面白いこと考えたんですよ。そのタイトルが日帰り旅行に行く嫁に送っていくよって言っておいて玄関までしか送らなかったら一体どんなのする。歩いてもう出かけてる時からこの都合のことしか頭に取らなくて、これをなんかあのなんて言うんだろう、心理戦じゃないですか。なんか、まあ、なんて言うんだろう、りんちゃんなんか明日友達とか箱根の日帰りに行くらしいですよ。で、あ、そうなんだね、楽しみしてたらそれ思いついて、あの今りんちゃん向こうにいるんでちょっとこのまま突撃しようかなと思うんですけど、携帯のカメラこうやって持って隠して、でそれで聞くのが電車何時乗んの、明日何時なのみたいな、そんな話をちょっとしたら、あ、じゃあそっか、もう送ってくよみたいな感じで言ったら、そうちょっとね、あの間開けたらそしたら勘違いするじゃないですか。俺別に駅に送ってくよとは言ってないし、まあ、玄関に送ってくとも言わないですけど、まあ、でもりんちゃんもなんか玄関まで送ってくよって言ってついてきてくれることもあるんですよ。だから、まあ、それと一緒ですね。マジでバカだ。ちょっと今から行っていきます。心の準備をしないと。よし、終わった。あ、ストレッチしてんの？うん、カチコチだからさ。カチコチステーション。カチコチ、それ体がもうすごいね。あれ明日だっけ、箱根、ね、明日、明後日、明日だよ、明日か。うん、すごいね、楽しみ楽しみ楽しみか。あれ明日何時の電車乗んの？じゃあね、明日9時にだから、うん、8時20分には駅に行きたいなと思ってる。あ、そうなんだ。まあ、それに乗ろうかなみたいな。楽しみだね、なんか遠足みたいな。楽しみ、なんで自分の楽しみみたいな。分かんないけど、そうなんだと。あ、そうなんだ、うん、じゃあ、まあ送ってくよ、朝。え、いいの？ああ、だってりっちゃんも朝いつも送ってってくれたりするんじゃんって。え、まあ、まあ送ってくれて、まあとりあえず、まああれだよ、楽しみな、俺。まあ、もうちょっとやるわ、じゃあ俺も向こうへ。ありがとう。まあまあいい感じでね、騙せたのかなと思って、まあ、マジで明日起きるの楽しみだな。明日も早起きしてちょっと準備しようと思います。くそい。準備やった？あれ、着替えないの？ん？準備やったの？終わったよ。あとちょっと、あと髪の毛スプレーかけたりしたら終わり。楽しみ、めっちゃ楽しみ。じゃあ俺もそのカバンの中入っちゃおうかな。いや無理でしょ。連れてってくれっつって。じゃあ今度2人で行こうよ。あ、そうだね。あれ何時に駅だっけ？9時。じゃあもうそろそろ行った方がいいんじゃないの？じゃあだって、30分ぐらいあるよ、まだ。いや、だから早めに着いた方がいいじゃん。だって何やるか分かんないんだから、あの遅延したりとかさ、あと車出してもらうんでしょ。まあそうだけど、だったらちょっと余裕持ってさ、なんかコンビニでさ、なんかお菓子とか飲み物とかさ買ってあげて渡した方がいいじゃん、車出してくれるんだし。あ、そうだよ、まあ確かに。うん、でも行った方がいいんじゃない、余裕持って。でもちょっと早めに出ようかな。じゃあ、うん、お菓子とかさ、ジュースとか買ってあげな、お茶とか。何でもいいし、その時間あった方がいいよね。うん、ミンミンダハとか。眠そうにる。モンスター買ってないじゃん。どんだけ寝不足で来る気満々じゃん。じゃあ行くかも。じゃ行きましょうか。うん、じゃ行こうぜ。いいよ、先行って。先行っていいよ。え、わよ、一緒に行こうよ。あんだけ楽しいんで。ラブやる？下降りてるよ、先に。うん、よいしょ。楽しみだね。楽しみ。靴
靴何履いてこう。靴下駄でいいんじゃない。いや下駄なんて思ってないから。リモコン下駄っつってあの電車乗り遅れそうだ、リモコン下駄っつってあの閉まっちゃうかクソ迷惑行為してくれる。これでいいかな。どう変じゃない。左足が270で右足は3ダブル。ねえ、ね、歩きづらい。歩きづらいそんな真剣に言うと思わなかった。歩きづらいさ、当たり前じゃん。何言ってんの。ちょっと旅行で、旅行だからって遅れていっちゃねえぞ。かわいいよな。どう変じゃない。うん、かわいいよ。いい。どこ見て言ってんの。細いよ、細い。大丈夫、細いよ。いや、本当に、もうちょっと時間ないな。時間あるよ。かわいいよ。かわいい。うん、いいと思う。じゃあ行ってくるね。うん、じゃあ気をつけて、じゃあ気をつけて行ってこいよ。何一緒に行くんでしょ。一緒に行ったとこに、車に。なんで。え、だってそういう話してたじゃん、昨日。送ってくぜって。送ってくぜ、送ってくねって言ってたじゃん。だから、え、だから玄関まで。ええ、って何、逆に怖いんだけど。え、怖い、待って待って、いい、え、どういうこと、え、待って待って、え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 、ここまで送っていくよってこと。自分だってよく送ってくよっつってさ。いや、それは玄関まで送っていくよって言うじゃん。言うじゃん、普通に送ってくよ。え、普通に、え、君の送ってくよのトーンが車で駅まで送っていくよのトーンだったよ。いや、送ってくよみたいな感じだったじゃん。え、だから私、え、マジやったラッキーと思って。いやいや、違うよ。何言ってんの。え、違うの。違うよ、なんで自分だけ楽しみに行くのよ。俺そんなに送ってやらなきゃいけんだよ。なにそれ。え、話が違う。待って、自分の中では思ってた話と違う。いや、脇を書くな。脇を書くな。脇を書くな。え、だって、え、だって送っていくっていう話だかなと思ったから、時間もそれに調節して今この時間に出るってことになってんだよ。調節っていうか、調節したんだよって送ってくれるのに。いや、かなり勝手に調節してんの。俺だから送ってくよっていうか、え、だったら玄関まで送っていくよっていう。車で送ってくなんて一言も言ってなくない。別に玄関も言ってないけどさ、送ってくよしか言ってないじゃん。いや、まあそうだけど。怖い、今なんかこう、今心臓一瞬止まったんだけど。いや、まあそうだけど。なんだよ。確かにそうだけど、言ってないかもしれないけど、うん、けどさ、え、嘘でしょ、ほんと本気で言ってる。だからごめん、俺よくわかんないけど、だって早めに行って今行くんでしょ、だって。え、そうだよ、だって。え、じゃあちょうどいいぐらいじゃないの。じゃあわかんないけど。知らんけど。知らんけど。ほんとにね、え、え、マジでわかんない。俺がわかんない。本当か。俺がわかんない。私もわかんない。俺がわかんない。え、わかんない。待って。あれ、違う違う。あの、送ってもらえることに対して別に当たり前だと思ってないし、うん、申し訳ないなと思うよ。うん、じゃあ行ってこいよ。で、送ってくれることに関して感謝もしてる。感謝もしてるよ。感謝。感謝もしてるよ。だけど、うん、そのやり方はせこい。それは勘違いする、絶対に。してないじゃん。して、私が今したじゃん、勘違い。車で送ってってくれるものだと思ってたから。ベルだと呼んでるよね、早く戻ってこいよ、つって。車で、あの女先に行かせて。ねえ、送ってってくれるものだと思ったから、私は一緒に行こうよって言ったんだよ。知らないよ、そんなの。なんか意味わかんない、せこい、それは。せこい。マジでせこい。せこいやチョコレート。インチキじゃん。だ、インチキじゃないじゃん。インチキ、インチキ。だって、送っていこうでしょ。まあいいよ、とりあえず、もういいから、行っちゃうから、じゃあね。行ってらっしゃい。もう帰るから、ね、もう。おっ、なんだよ、お顔、顔も、なんだよ、送ってってよ、なんだよ、送ってけ、送ってけ、
何そのね送ってけ送ってだって許せないもん。なんで？さ、人に勘違いさせておいてさ、最初からそんなこと言わなければさ、私歩いて、もう 今頃歩いて駅まで行ってるよ。いやだから行けばいいじゃん。鍵開いてる。行けばいいじゃん。鍵開いて行ってけ。行ってけじゃなくて、自分を勘違いさせるようなことするから。勘違いさせる。送ってくよって言っちゃうだって玄関で言うじゃん。やり方が世間だ。やり方が世間。はい、早く早く送ってけ早く行ってこい。もうトイレで VR やるからトイレで俺トイレで VR やってくるから早く行けよ。なんで VR？ 鍵閉め。え嘘それは嘘。これあら自分だけ楽しみに行くんだろ。なんで、あ、じゃあもうお土産買ってこないよ。いいの？いいよね。ね。嘘嘘嘘嘘。いらないの？箱根饅頭いらないの？ちゃんが買ってきてくれる。それでいいからね。いら。くれ早く日帰りで行ってこいよ。俺も日帰りでトイレ行かないといけないから。いや。なんで送ってきた？すごいね。なんだよか。そういう可愛い顔しても無理だから。じゃあ早く着替えてくれ。すげえ逃げてくる。もう逃げてんね。何？どっち？どっち？マジ本当マジ時間なくなるから本当に時間なくなるから。じゃあ行ってくるか話して。行ってくるか話して。どこに？だから送ってあげるか話して。じゃあ言ったここじゃないの？めんどくせえから行ってくれ。おい戻ってこい。おい。笑いすぎて。え、本気でやってたんじゃないの？今。え？本気でやってたんじゃないの？いや、送ってくよ。だから、送ってくよ、普通に。いや、これはね、撮りたいから、ね、30分以上も早く、行けばって言ったの。ねえ。時間が。なんだろう、マジで。時間早いじゃん、まだ。早いよ。面白そうだなと思ってさ。マジでさ、ふざけすぎ。早く行かないやつ。もう疲れたよ。ね。あ、そうサムネ撮ってねえわ。もうじゃあ早くしろ。早くしろマジで時間ないから。じゃあ人生くんバイバイ。送ってってほしい。無理。なんで？バイバイ。なんで送ってって。本当に送ってほしい。送ってってほしい。無理。送ってけ。無理。送ってけ。もう変わった。じゃあね。送ってけ。じゃあね。送ってって。無理。送ってけ。バイバイ。無理。どんぐらいで送ってたし。